アルテッツァ、アルテッツァジータは、トヨタ自動車が1998年から2005年に、かけて販売した中型セダン及びステーションワゴンである。もともとは、コンパクトなボディで、FR レイアウトのセダンとして開発がスタートしたが、後に、同時期に開発途中だった他のスポーツセダンと、統合され、さらにレクサス店の販売戦略における、欧州 D セグメント車の対抗車種としての役割も、 担うことになったため、スポーツセダンとプレミアムセダンの両方の役割が求められることとなり、開発途中で大幅なコンセプト変更がなされた。プログレやブレビスとプラットフォームを共有しており、スポーツセダン、ワゴンとしての位置づけであった。一部では AE86 の再来とも言われたが、社格やコンセプトが全く異なるため、全くの新車種としての登場という表現が正しい。 日本国外では同社が展開する高級車、ブランドレクサスのエントリーモデル、イズの初代モデルとして販売された。2005年には日本国内でもレクサス展開が開始され、同年9月には後継者にあたる新型イズが発売。取扱店もレクサス店に移行されたことで、アルテッツァの名称は消滅した。日本国内専用の 3SG 型。 エンジンクロノグラフをモチーフとしたデザインのメーター外観デザインはショートオーバーハング体型ホイール、ロングホイールベースとスポーツカーを意識したプロポーションとなっている。このスタイルは後のトヨタやレクサス店の FR セダンに受け継がれている。なおトヨタ車ながら内外装には同社の CI マークを装着していないのが特徴である。後期型 L エディションのアルミホイールには CI マークが装着された。大小2つの円を用いたデザインのリアコンビネーションランプと大幅に切り詰められた前後オーバーハング17インチアルミホイールと低扁平タイヤそしてクロノグラフをモチーフとしたデザインのメーターなどが採用されている。当初は2リットル直列4気筒搭載のスポーツ仕様である RS200 にのみに6速 MT が設定されていたが後に 直列6気筒搭載の AS200 にも追加された。ステーションワゴンモデルであるジータでは、当初 AS200 のみに6足 MT が設定されていたが、後のマイナーチェンジで消滅し、全車 AT のみの設定となっている。なお、RS200 の AT は5足、AS200 の AT は4足、ジータの AS300 は5足であった。 エンジンドライブトレインエンジンは 1GFE 型直列6気筒エンジンと 3SG 型直列4気筒エンジンを搭載している。どちらも2リットル。ジータの AS300 は直列6気筒3リットルエンジンを搭載している。3SG 型エンジンは9機、排気の両方に可変バルブ機構を搭載し、MT の210馬力仕様にはシタンバルブを採用するなど、 当時の最新技術が盛り込まれている。従来の 3S 型エンジンとは、横置きから縦置き仕様へと大幅に設計変更されている。また、RS200 と AS200 の6速 MT モデルには、トルセン l s d が標準装着されている。発売当初、この 3SG 型エンジンは、カタログスペック上において、日本製 2000cc の自然吸気エンジンの中では、 最高出力となる210馬力であった。サスペンションプラットフォームは2代目アリストから採用された当時最新の FR マルチプラットフォームの改良版でプログレに採用されていたものをベースに改良されたものである。フロント、リアともにスープラなどのスポーツカーやクラウンなどの高級セダンにも用いられたダブルウィッシュボーン式サスペンションが採用されサブフレームを介して ボディにマウントすることで、運動性能と乗り心地の向上、両立を図っている。また、前後重量配分が適正化されるよう、可能な範囲で車体の軽量化にも重点が置かれていた。MT 車では、フロントはアリスト用、リアにはアリストより1サイズピストン系が、大きいブレーキキャリパーとローターが使われ、ホイールサイズも17インチのものが搭載された。 制動性能は高く、当時の日本のブレーキアセスメント試験で最短制動距離を記録している。後のマイナーチェンジではリア周りのボディ剛成が引き上げられ、リアサスペンションの路面追従性が向上した。そして ABS が G センサー付けのスポーツ ABS へ変更されるなど、走行性能のレベルアップが図られている。ボディ、内装高い剛性と日曜米の 各地域の基準クリアを両立すべく衝突安全ボディが採用された。そのため重量は当時としてはやや重めの 1300kg1400kg となった。インテリアではスピードメーターの内側に水温計、油圧計、電圧計3つの計器を配したクロノグラフ形状のメーターを採用した。内装に使用される革はレクサスイズのものよりグレードが落とされており、 シフトレバーやパーキングブレーキレバーのブーツには合成比較が使われていた。またシフトレバーは当初は全モデルでアルミニウム削り出しのノブを採用していたが炎天下での使用に支障をきたすことなどから後に合成比較を用いたタイプも登場している。販売チャンネルは熱点が割り当てられた。初期型の室内装備は簡素な仕様に止められ、 上級装備品である本川パーキングブレーキレバー、シフトレバーブーツリアセンターヘッドレスト、ドアカーティシーランプコンライトドアミラーヒーター、ステンレス製、スカッフプレート、鍵付きキモグローブボックスなどは、後に追加された高級仕様の L エディションにのみ設定されていた。また、ディスチャージヘッドランプは、オプション設定でも存在しなかった。なお、マイナーチェンジ後は、 ディスチャージヘッドランプやドアミラーヒーターの標準装備かパワーステアリングギアの高精度かギアヒアップによるフィーリング工場等が行われた。さらに外装、内装パーツのブラッシュアップが行われた。発売開始直後は若者を中心として RS200 の MT 仕様が売れ筋だったが、後にアルテッツァ同様ネッツテに扱いであったチェイサーの廃止に伴い、 同社からの乗り換えとみられる40歳代以上のユーザーによる AS200 の ATGO の購入が中心となっていった。TGR ラリーチャレンジに参戦するアルテッツァスーパー耐久のグループへのクラスに参戦した。通常のグループ N より改造範囲が広いスーパー耐久の中でもさらに改造範囲が広く、 スリックタイヤの使用が認められるというグループ N のレギュレーションの下で強さを発揮し、2000年から2005年にかけてグループ N のクラスチャンピオンを獲得した。またマカオグランプリ閉催のギアレースといった日本国外のレースにも出場し、2001年にはオリド・マナブがギアレースで2位に入るなどの成績を残している。アルテッツァのワンメイクレースとしては、 2000年から2006年に開催されていたネッツカップアルテッツァシリーズがあった。実績あるドライバーが参加したことに加え、より上のクラスへの登竜門としての役割も兼ねていた。ニュルブルクリンク24時間レースには2003年にスーパー耐久仕様のアルテッツァが参戦。接触によりリタイアしている。また2007年のチーム画像のデビュー戦では、 生産終了した後の中古の2台のアルテッツァをベースとして参戦。こちらは共に乾燥している。発売当初は FR スポーツをアピールしていたこともあり、ライトからヘビーまで様々なチューニングベースとして使用された。ただ初期には、車自体のキャラクターとユーザーの想像とが乖離していたことと、ミッションやデフのキャパシティが低く、改造した際の破損率が高かったことから、 アフター業界ではバッシングの対象になってしまったこともある。ディーラー販売モデルとしてトムスによるボルトンターボ使用者 280T やモデリスタによるクオリタートなどが存在していたが、これはトヨタ系のディーラーおよびメーカーによるカスタマイズ販売では先駆けとなった車である。パワー向上のため直列6気筒の1 j z GTE 型エンジンや 2JZ、 GTE 型エンジンへ。また、日本国外では、セルシオなどが搭載する部位があった8気筒エンジンに、乾燥された個体も存在する。なお、TRD からは、路面追従性を引き上げた改良型の、リアサスペンションメンバーが、限定販売された。また、トムスでは、サイドフレーム強化ブレースや、サスペンションメンバー強化ロッドなどが販売されていた。成功。いいや失敗だ。 今でも議論紛失の86の再来と言われたアルテッツァとはオートミサブ2020年8月7日フロントグリルには頭文字の AA を図案化したエンブレムが装着されステアリングのセンターパッドやアルミホイールのセンターギャップにはアルテッツァの文字が入っているだけであるただし窓ガラスにはトヨタの文字が入っている RS、AS に設定される Z エディションに標準。それ以外は、オプション TRD や、アフターパーツメーカーなどから、後付けキットが販売されている。ニュース出版、ハイパーレブボリューム98トヨタアルテッツァナンバー、32004年9月10日発行デアゴスティーニジャパン、週刊日本の名車第58号3ページより、ニュル24時間耐久レースアルテッツァ自身が、自然吸気の 2JZGE 型エンジン、 基本、コンポネートを共用するプログレが 1JZGE、2JZGE 型エンジン搭載していたため、エンジンマウントなどのパーツが共用できる。実際に、北米レクサスでは、イズ430の名称で、初代イズに 3UG 型 V 型8気筒エンジンと、スープラの6速、マニュアルミッションを完走したモデルを、セマショーなどに出展している。ありがとうございます。